ということで今回なんですけども、あの B2 スタディオバッツについて話していきたいと思います。そう、ナラニ君にね、そうプレゼントしたということで、あの実際ね僕も使ったんだけどね、俺ないまだちゃんと使ってない、勝手に俺がランクとかつけたりしてるんで、おこれ AirPods Pro、 AirPods、 B2 だとか B2 スタディオバッツ、これについて話すんですけど、まあ、今回の流れなんですけども、はい、装着感、音質、機能面、 B2 スタディオバッツでできることできないこと、あとバッテリー、まあ、どんくらい持つのかっていうのと、まあ、値段と、あと実際に使用してみて誰におすすめなのかっていうことについて話していきたいと思います。レッツジョブズ、しまね、いいっすね、2回目ということで、あの装着感についてなんですけども、まあ、勝手にね俺ランキングをつけたんですけど、どれが一番かって言ったらどれだと思う？いや、つけた感じ、つけた感じ、痛くないとか、痛くないとか、いやこれじゃない、やっぱそうだよね、痛くないと言ったら、そう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 、いや結構窮屈なんよノイズキャンセリング使うから、 AirPods Pro、 そうネットも持ってるから、うん、あ、音持ってすごい、この3枚もそんなにこれさ、使っつけてもいいさ、いいっすか、はいよ、あーざーす、使って、つけ方わかる、僕童貞だからわかんない出た出た、おお合ってるこれ、こっちで優しい、いや付け方が違うんだよ、ね、ちょっとちょっと見せてマーク見えてないよ、ちょっと普通にそう、そのまんま B になるように、付けた感じどう、まあなんか似たような感じじゃない、そんな一回つけてみて、いや本当にシビアな話ね、いやどうなんだろう、ちょっと待って、あーこっちで慣れてるっていうのがあるから、うん、ランキングで言うんだったら付け方、付け心地、うん、1位、2位、3位かな、一緒だ、一緒、そう、これ使ってる人は多分これもう慣れちゃって、慣れちゃってるんだよね、俺はさ、痛かったこっち、こいつも最低だから、最低ほら、アップルだぞやばい、し、本当に最低だと思う、ボクソに言うじゃん、やっぱ性格落ちまし、なんかでも、うん、本当に慣れちゃってるからさ、これこっちの方がいいけどな、いやあどうなんですかね、付け方で言うと慣れてるからってなるかもしれないけど、うん、多分慣れてるのは、まあ、でもそんな誤差はないけどね、まあ、どっちかって言ったらこっち選んだからね、これはこれで、いや AirPods、 AirPods のやつが一番付きやすい、これね、これ1位、2位は2位こっち、俺、ああ逆なんだよね、俺らはこれだろ、俺ら2なんですよ、ね、使い続けてたから多分何年も使ってるよ、そうそうそう、それもある、馴染んじゃう、馴染む、そういう形に変形したしかもこれめっちゃ使いやすいね、普通の無印、あ、無印、無印いいよね、やばい、これ無印感動なんだよ、オリンピックでさ、スケボーの選手みんなつけてる、そうそうそう、なんで普通の無印の方、無印の方なぜかつけるみんな無印プロじゃないんだ、そう、はい、おいし探検してみたい、はい、どうぞ体験してみてください、いいですか、ちなみにあの iPhone 12 Pro Max、 あの空間オーディオ対応の Apple Music も入ってるんで、あ、すごいじゃん、そう、そう、ドルビーっていうところが選択できるんで、ヒゲダンディズム、ノイズキャンセリングオフ、ノイズキャンセリングオフ、これはオフなのか、そう、じゃあ外部音取り込みモード、これ、これです、俺らの声聞こえますか、聞こえます、どう、聞こえ方はどう、実際、あー、AirPods Pro より聞きやすいけど、でもやっぱり、うん、まあ、ガムなんていうの、ちゃんとしてるなって感じかな、あ、じゃあちゃんとノイズキャンセリングで音楽集中してみて、あ、でもそんな全然聞こえるよね、ちょっと強いぐらいかな、あ、だよね、こっち強すぎるけど、でもちょうどいい感はあるかもしれないだよね、意外と、そうです、でもそう、いや全然、俺ね最初5、6ぐらいかなと思ったの、あ、そう、近距離だと全然なんつうか声拾うじゃん、ふざけんねえよ、何も違い分かんなと思って S にしたか C とか分かんないけど、まず外部音取り込みモードだったのかよみたいなこれ全然聞こえてねえよみたいな、うん、って感じだったんだけど、カフェとか行くとね結構ねいい感じに消えんの、おお、違いが分かる、うんうんうん、からそういうところでいいっていうのと、 AirPods Pro はいい意味でも悪い意味でも強い、全部が最強だよね、やっぱ優等生、もう全部そう、星10、星9、星10みたいな、そう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 、もうなんか外部音はもう深海に引き裂かれてで、外部音はもうスポーンって開き上げるでもこれは優しいもん、なんかポーンっていってしかもこれね、マウント10だからそれはもう人次第なんですけど一応分かんないけど正直一般人これとか違う、そうだから悪くない、これ音質はどう、音質普通にいいよ、 AirPods この3個の中で音質どれが1位か、うん、あーそれはあるかもしれない、こっちかもしれない、お、マジで俺はね、
違ったの？いや、2位とか1位とか決めてないんだけど、俺どっちかっていうと音楽にあんまエアポッツあんまなんか音いいっていう感じじゃないっていうか電子音っていうか、ああそうなんだって感じがする。ナレーションみたいな、ヘイシリ私ですみたいな感じの声が音楽で聞こえるって感じなんだけど、ービーツの場合重低音、ああビーツって言ったら重低音がいいなって思った。そういう感じのが好きな人はこっちの方が、あ、そう言われるとね、奥行きを感じるっていうかはあるけど、そういう空間オーディオかな。あ、そういうことか、これは空間オーディオかな。そう、空間オーディオ対応してる曲でわざわざ選んだ。一般で言って、そんな大きく違う、わかんないかもしれないけど、値段で言うんだったらこれ全然文句ないなと思う。なんかザコみたいな、そういうあれとかだと思ったの。ザコ言い方悪いけど、そう、1万7000円だから2万円いかないぐらい。なんかちょっと微妙なんかなみたいな思っとったけど、実際全然文句ない。あ、すげえいいよっていう。そうなんだよね。ということで、じゃあ、ビーツステディオバッツでできることを話していくんですけども、Apple 製品を使っている場合、Hey Siri の機能が使えるっていうの。どうやって使うの？だからそのまま Hey Siri っていう。俺の声話すんの？うん。してないの？あ、なれみくんの声。そもそも俺さ、登録してないから Hey Siri。してないんかい？しろや。Hey Siri できないんだよ。Hey Siri。おー、ちゃんとイヤホンから反応してるっすね。すごいわ。いいね。でも感度がいいっていうか。感度いいね、早い。1より早いんじゃない？ね。あと、Beats Studio Buds でできることなんですけど、まあ、空間オーディオ。うん。さっき、そう、今聴いてる曲なんですけど、うん、奥行きを感じるってやつでしょ。ドルビーアトモスって書いてあるやつは空間オーディオ。そうそうそう。あ、ドルビーアトモスと空間オーディオ一緒なの？ドルビーアトモスっていうものに、まあ、アップルがそういうテクノロジーみたいなのでイヤホンで楽しめるようにしてるっていう、音楽とか動画とか、確かなんかギャラセン1チャンネルとか、そのなんかちゃんと確認してるんだけど、まあそんな感じでなんか自分がそこにいるみたいな感じにできるみたいな、映画館みたいなやつ、そうそうそう、映画館とかっていう機能が、まあ AirPods Pro と同じで使える。まあこれは使えないんだけど、まあね、前だしね、結構で、アクティブノイズキャンセリング機能っていうのが、まあ、使えるじゃん。アクティブノイズキャンセリング機能、で今何ならノイズキャンセリングでしょ。声聞きづらいだろうね。いや、片方外してる。ライブの取り込みしてあげるよ。ありがとう。で、あと Apple デバイスと Android デバイスどちらでも、まあ、ワンタップっていうかワンタッチで、ワンタッチで、まあ、簡単にペアリングができるということで、ここについてて、ちょっと見にくいかもしれないですけど、真ん中でこれ、こっち後ろなんですよ。そうそうそう、Beats Studio Buds も AirPods Pro とか同様にデュアルビームフォーミングマイクっていうのがついてるんだよね。で、あとあの通話性能やボイスアシスタントの利用進出を高めることができるっていうことで、 Siri の感度が良かったのもそれ。なるほどね。とか電話とかでもう声拾ってくれるっていうので結構役に立つっていう。大会の耐水性能っていうのがついてて、あの IPX4 ぐらいって言われてるんだけど、それがそのアップル、そう、そう、AirPods Pro と一緒の機能、まあそこそこ、でも洗濯機で回してる人もいたけど、大丈夫だった、大丈夫だった、っていうかこれ対応してないのに全然大丈夫だった、じゃあ大丈夫、大丈夫です、あと3種類の、まあ、サイズから選べるイヤーチップもついてるということで、一応ね AirPods もねついてたんだよ。まあ、ついてないでしょ、なかなか XL と L と入れるでしょ。全員でっかいやつだ。こんな感じで、最初 M がついてるんだね。あ、そうだね、基本みんなで、俺は S に変えた。で、まあそんな感じでサイズの調整ができるっていうことで、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいよね、わかる、撮影しながら音楽ってめっちゃくない、君ら撮影に集中してる。で、業界最高クラスのクラス1 Bluetooth テクノロジーっていうのがついてるんですけど、で、AirPods Pro にあのクラス1っていうのがついてるかどうかは表記されてなかったんでね。ああ、じゃあないんじゃない、隠しがちだから、そういうの、でもついてても隠してもやばい。そう、ちなみにクラス1とかって何なのかって言ったら、あのクラス1、クラス2、クラス3があって、どこまで離れてても聞けますよみたいな感じなの。そう、クラス分けしてるってこと。そう、クラス分けしてるってことで、例えばここの距離までしか聞こえませんよみたいな、ここの距離まででしたら大丈夫ですよみたいな、10メートルまでで、クラス1だと 100m OK って言われてるの。へえ、そう、でも 100m OK ではないと思うよね、実際はね、大体 100m みたいな、でも、まあ、障害物ないと思う、障害物なかったら 100m ぐらいいける、まあ、そういうので
まあ離れてても、まあ、聞けるっていう感じかな。で俺家で使っててさ、うん、2部屋ぐらい離れて寝るぐらい、うん、いけた、うん、俺ねこれ使っててもクラス1かクラス2か知らないけど、うん、別に何結構長いっていうか、うん、途切れにくい、ちょっと途切れにくい、10メーター、そう、ちなみにファストフュエル機能っていうのがついてて5分の急速充電で1時間の再生が楽しめる。5分もう公開されてない、え、まあ、公開されてる。で逆に AirPods シリーズにできて Beats Studio Buds にできないこと、はい、じゃあもう言っちゃうんですけどワイヤレス充電をすることができないんですね。あー、そう、地域格によるあのワイヤレスを置いて置くだけ充電みたいな、そうそうそう、マグセーフのやつね、そう充電のやつ置いてできないんだよね。それは USB Type-C からしか充電ができない。そう、あともう一つがAirPods だと耳から外した音楽が止めることができるんだけど、うん、止まるじゃん勝手に、うん、あ、さっき持ってても止まんなかった、そう止まんなかったもんそれ、うん、ずっと流れてた、そうそういうことなんですよね。でもつけるときはそう、つけないと、つけたら途端に流れる、そう、 AirPods は逆にその耳から外しても止めない機能とかあるんで、そこは AirPods の方がすごいとは思う。まあ別に止まんなくていいよっていう人は別にそれでいいけどね。で、あの、ビーツなんですけど、物理ボタンなんだよね、これ横に。で、なんか、それがあるせいで、誤って押してしまうっていうことがある。どこ？電話してるときに、ああ、来ちゃった。物理ボタン？と。あ、これボタンなんだ。そう、耳にはめ込むときに、押しちゃって、例えば電話中で、片方もう一回やったら、ごめん、切っちゃったっていうのがある。あるかも。あるかも。なんか今、そう言われたら、確かに、滑るからさ、ここって。の部分なんかツヤなんていうのかツルツルしてる、コーティング加工みたいな、ツルツルしてるんで AirPods みたいな感じかな、コーティングは。そうでもここ間違って押すことないじゃん、このノッチ、ノッチはそう、耳につけないと反応しないから AirPods は、そう、ここを間違えて耳に押し込むときにポチッと押しちゃいそう、そうだから言われたら確かに押しちゃうかも、そうっていうのが不利で、あともう一つヘッドトラッキング機能がないっていうことで AirPods Pro にはあのネットフリックスには対応した、あの、Apple TV にも対応してるんですけど、こうやって動いたら、何？映画館にいるっていうかさ、あ、さっき言った。実際にいるみたいな感じで聞こえるんだけど。え、それが？がヘッドトラッキング機能っていうんだけど。それはヘッドトラッキング？それがないんだよね。あ、ないんだ。そう。あともう一つね。AirPods Pro だと、まあ自分の好きな音を細かく設定できるっていう。うん、あの音どうですかみたいな、高いですか細かいですか。昔やってたよね。私動画でやってた。やったんだよ。あれ、あれ全く意味わかんないっていう。そう、持ってない人からしたら意味が分かんない持ってないとね、まあ、大体この機能が AirPods シリーズと Beats Buds の違いだなって思う、うんうん、けど正直その音質に関してはあのミュージックからこの何イコライザーで変えたりとかできるから。イコライザーって何ですか。あの、なんだろう、ロックだったらロックっぽい、なんかギター強めみたいな感じの設定ができるんだけど Apple、簡単に、そう、Android とかでもあるんだけど、そういうのでやればいいかなって思う。ただ AirPods Pro が優等生扱いみたいな、あーなんかちょっと別にこれいらないけどみたいな、なるほど優等生扱いか、いい例えだね、うん、確かに。であとバッテリーも先ほど言ったんですけど AirPods 第2世代なんですけど1回の充電で最大5時間の再生時間で最大3時間の連続通話で、AirPods Pro に関してはアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードをオフにした際には1回の充電で最大 4.5 時間の再生で最大 3.5 時間の連続通話ということで、すごいね。これに関しては若干なんか電話しなかった時は AirPods の方が強いけど、AirPods Pro は電話した時は 0.5 時間 AirPods の第2世代より長い。で、Beats Studio Buds のアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込むモードをオフにした、まあ、要はオフにしたときは、まあ、1回の充電で最大8時間っていう、もう明らかに AirPods Pro よりすごい 3.5 時間ぐらい上回ってるかな。そうなんだ、全然知らなかった。こいつ全然持たないんだ。そう、意外とね。でも俺、まあまあまあ確かになんか、あ、もう終わりなんだみたいな。オフで 4.5 時間短いね。で、2回分の充電ができるポケットサイズの充電ケースが付属ということで、合わせて24時間っていうのは正直変わんないっていうなトリックがある、うん、何でしょうか。いっぱい充電できるっていう。そう、ちなみにそう、充電の方式に関しては AirPods シリーズライトニングで、 Beats は USB Type-C、
ということで、アンドロイドの人は、まあ、こっち、うん、有利で、アップル信者はちょっとなんかライトニングの持ってない人はもう買わないといけない。だから iPad AirPod とか iPad Pro、 MacBook の人は、まあ、持ってるから付属でくるし、そうで、まあ、値段についてなんですけど、 AirPods の第2世代普通のケースで 19,580 円、 With ワイヤレスチャージングケースだと 25,080 円で、 AirPods Pro は 35,80 円、高いんだよな、一つだけ。そう、定価だとね。Beats Studio Buds だと 17,800 円ということで、 AirPods シリーズより安いということで、安くてはこれだけ機能あると俺はいいと思ってます。1000いくらぐらいかな。まあ、実際使用してみて感じたこと、まあ、誰におすすめなのかって言ったら、あのノイズキャンセリングの機能を本当に試したいっていうのと、うん、Apple 製品大好きな人はもう AirPods Pro でしょうね。もう一択だね、これ。でしょうね。でもう そこまでこだわりがないみたいな、あんまなんかどれでもいいよみたいな感じだったり投げやりな感じの人は、まあ、こういうので全然いいっていうか、まあ、今回、まあ、まとめに入るんですけど、まあ、値段とコスパを考えたら AirPods の第2世代を買うより、現状 Beats Studio Buds の方が今はいいよねっていう、うんうんうん、なぜなら、まあ、デザインもいいし新しいし空間オーディオ対応してるし最近だよね。ファストフュール機能もついてるし、マイクロビューミングなんちゃらフォンみたいなのも最近出てるんですけどまあそれもついてて音を拾ってくれるっていうので全然いいっていう、うん、安さもねあるしね。そう、高すぎるんですよ。いいけど最強だけど、こっちがね。そうなんだよね。まあ俺はこれ一択なんですけど、もう分かったって譲らないもう分かったってということで、あの、まあ、ぜひ、まあ、我々の参考になったよっていう思ったら、まあ、高評価で、なんかコメントとかもあったら、こういうのもあるんですけどみたいな、ぜひ紹介したいと思います。アンカーのやつねみたいな、そういうのも書いてください、ぜひ。ということで、まあ、今回も見ていただきありがとうございました。あらということで、次回もレネッツライド。